ちゃって口笛ができない。それだとあの哀愁が出ないですもんね、今の口口だと。だからこのタンタタンタンっていうねベースのセテメモモミンソン、ここまでは10代でも歌えたんですよ。かっこいいですね。湾岸に座っててね、海を見つめてどっか遠いとこから来たとかも歌詞も全部訳して、最後ヒュッヒュッヒュッ最高台無しにする。そうなの。それで最近ってもう最近でももう10年ぐらい経つけど、やっぱりライブで歌ってほしいっていうのがあって、その時ゆうかなんのギターやってた内田貫太郎、はい、内田貫太郎に口笛吹かしてフジテレビで古い番組で夜中やってたウッドっていう番組があったんですよ。それ近所の飲み屋借り切ってやったんですけど、それを内田に合わせるのもまたこれ大変で、ね、ああそうです。でも、 もう内田の方にこう手を広げて、もう内田ってもう言っちゃったからね、うん、はい。でこの春歌じゃないじゃないですか声を。そうなんですよ。だからこそなんかこういいですね。で口笛を吹くなんて当時はすごくそのなんていうの、私にとっては新鮮だったの。それでそのオーティス・レディングってよく知らないけれども伝説になっちゃってるわけじゃない。で例えばジミー・ヘンドリックスのパープル紫の煙とかね、過激な歌何でもかんでも歌ってる時にもう大ヒットしてる。で何回も言うように英語の歌詞カードなんてないから聞いた時にすっごい歌いやすかったんですよ。もうコード進行も全部で最後の口笛の時にあかんなこれ。口笛なんて今なんかだとね、そう、そこだけ別撮りっていうかできますよね、はい。まあ、ライブならではですよそれはね、はい。それを柳ジョージさんはですねどういう風に料理されているんでしょうか。違和感ないですね。なんか、はい、もう聞く前からジョーちゃんがやってるってなんとなく違和感なく聞けそうな気がする。それでは聞きください、はい、柳ジョージさんのドッグオブザデイです。オーティスに失礼だけどジョーちゃんは大人の歌になってるよね。ちょっとエコーがどうかなと思うけど、コーラスもしっかりしてね。当時としては日本のコーラスっていうとなんか歌謡曲のブーンとかあーみたいな感じだったのに、いや素敵素敵、大人の歌になってる。30代後半ぐらいにこうライブで歌ってるわけですね。セクシーですよ聴いてて。うん、最初のやっぱりベースの出だしでボーッとくるもんね、はい。名曲ディスカバリー、今日は柳ジョージさんの洋楽カバーをお届けしました。